And welcome back to Sword Art Online Lockdown. We're going to continue where we left off. Let's check. やっぱりセブンちゃんすげえよな。こんなにいい歌を何曲も作り続けながら MIT を首席で卒業だろ。しかもあの可愛さったら尋常じゃないわよ。セブンに近づけないかしら。はいはい、やめておけよ。お前にはセブンちゃんをお守りするギルドシャムロックに入るのは無理だぜ。あいつら護衛隊みたいなもんだし、一人一人がとんでもない力を持ったプレイヤーらしいぜ。俺シャムロックの入隊試験落ちたけど、ずっとセブンちゃんを応援し続けるんだ。俺だってこの間七色博士の実物を見ちゃったもんね。どうやったの？この間来日した時にテレビでインタビュー受けてたろ。その情報を先にリークしてもらってさ、スタジオの前で出待ちしたんだよ。セブンちゃん手を振ってくれたぜ。はあ、超可愛かった。くぅ、羨ましい。どうしたの、キリト君？なんで街中にいる奴らはみんな似たような羽飾りをつけてるんだ。あれは音楽妖精プーカの装飾だろ。でもつけている奴らの種族はバラバラだ。ああ、あれはね、シャムロック信奉者、つまり歌姫セブンのファンである証らしいよ。ファンである証？歌姫セブンの歌が好きだってことか。それは大前提で、最近だとセブンというプレイヤーだけじゃなく、七色博士に対しても心酔している証みたいなの。たまに ALO 内でリアルで研究してる仮想現実理論の講義もやってて大人気みたい。なるほど、それだけ何でもできりゃ神々しく見えてくるわけだ。ふーん、キリト君、もしかしてあの子に興味を持ってる？I don't think I will. I'm not gonna join her adoring fan. I just like her music and just want to whatever. You're so funny. いや、それ以上は何もないぞ。わかってるわ、冗談よ。そうか。しっくりきちゃうよね。そうだね、あの
の種族を選ぶ人ってかなり少ないって聞いてるよ。それにしてもキリト君、あの隣にいる男、あいつかなりの手だれだな。すごい企画を感じるぜ。一度手合わせ願いたいな。なるほど、あれがセブンちゃんか。なんだクライン、お前も見ていたのか。どうした、お前の好みは確か大人の女性だっただろう。まあな、セブンちゃんはちょっと可愛いなって思うけどよ。おじいクライン、それにしてもすごい取り巻きの数ね。この人たちみんなあの子のギルド、シャムロックの一員なの？きっと違うと思うな。ほとんどがただの見物客か熱心なファンか。シャムロックはあの子の周りにいるほんの一握りの人たちだけだね。フィリア詳しいじゃない。まあね、情報収集はトレジャーハンターにとって欠かせないから。で、あれ、ギリとは驚かないの？なあ、実は俺もシャムロックについて調べてたんだよ。なるほどね。まあ、つまりシャムロックはえりすぐりの精鋭部隊ってことね。あのセブンって子すごく弱いの。ステータスだって私たちの誰よりも貧弱だし。そうなの？でもシャムロックってギルドは ALO の中じゃかなり高ランクなんでしょ？うん、そう。シャムロックに所属するプレイヤーたちは相当な手だればかりだよ。あの子は自分で戦わずに周囲に戦わせてギルドとしての戦績を上げているということだ。自分で戦わずにそういう風に攻略していくスタイルもあるのね。クエストランキング上位100人の中にシャムロックのメンバーがなんと30人もいるんだよ。そしてその中でも最強なのが、あんたサラマンダーの将軍の。シャムロック最強と言われてるの。あの刀を持ったウンディーネの男だな。ユージーンは先日のデュエルであのスメラギに敗れたらしいよ。あのユージーン将軍を？そんな。あ、そういえばそのスメラギって人はね、あのセブンちゃんが最も信頼を置いている人物らしいよ。ユージーン将軍にスメラギか。でも俺もいつか戦ってみたいな、正々堂々と。I wonder who she is. Okay, I wonder what that blue. Okay. びっくりした。背後から大声で呼ぶなよ。すみません。君は？隣にいる確率が高すぎます。買い物に行ったり武器
屋に行ったり食事したり、どれだけ一緒にいるんですか？そうか、誘われたから行っただけなんだけど。誘われた？というか、なぜ俺がリーファと一緒にいるところを逐一観察しているんだ？話題をすり替えようとしても無駄です。ここまで暴かれているのにしらばっくれるつもりですか？でもこちらにはまだとっておきの情報があるんですよ。はあ。以前本土の方でリーファちゃんと一緒にフィールドへ素材収集に行きましたよね。そういえばそんなこともあったな。パーティーを組んでフィールドへ行くなんて当たり前のことじゃないか。どうしたもこうしたもありませんよ。僕はしっかりこの目で見ましたからね。キリトさんとリーファちゃんが手をつないでるところ。手？リーファと手なんてつないだっけな。手をつなぐことだって当たり前すぎていちいち覚えてないとかですか？つまりはこんなことは序の口で、僕の知らないところではもっとすごいことを。許せない、許せないです。ああ思い出した、リーファが違う方向に行こうとしてたから手を引っ張ったんだよ。その時の様子が手をつないでいるように見えたんじゃないか。でもあの時のリーファちゃん、キリトさんを信頼しきっている目をしてました。あんな穏やかな表情僕には見せてくれません。正直に言ってください、やっぱりキリトさんは。待てレコン。何ですか？情けなんて不要ですよ。どうせ僕は弱くて頼りないし、リファちゃんの足ばっかり引っ張ってるんですから、キリトさんには到底かなわないですよ。何か勘違いしてるみたいだけど、リーファは俺の妹なんだ。え？妹？ってことはキリトさんはスグハちゃんのお兄さんってことですか？ああ、そういうことだよ。Okay, four. Oh, jeez. Stop screaming. おいレゴン、どうしたんだ？僕はなんてことを。お兄さん、え？今までの指令をお許しください。まさかキリトさんがスグハちゃんのお兄さんだったなんて。僕はなんてことをしてしまったんだ。できることならセーブしたところからやり直したい。そんなに謝らなくてもいいよ、別に気にしてないし。いえ、そうはいきません。そんないいって。それよりスグの名前を知ってるってことは、レコンはリアルの知り合いなのか？あ、はい、リアルでもスグハちゃんには仲良くしていただいて。レコンはすぐの彼氏か何か？彼氏？ああ違うの、すぐのことをすごく大切に思ってくれてるみたいだったから。まあいずれはそういう関係になりたいかな。そして本当の意味でキリトさんをお兄さんと呼ぶ日が。ああそうだ、今から慣れておかないといけないな。これからキリトさんのことをお兄さんとお呼びしてもいいですか？いや、それでは敬意が足りませんね。ここはお兄様と呼ばせていただきます。お兄様。ちょっと待ったー。 OG リファイナル。What a tactic. If your toy broken. すぐ。レコン、あんた何勝手なこと言ってるのよ。すぐハちゃん、今日の飛び蹴りも素敵だったよ。はあ？何言ってるのよあんた。どうやら飛び蹴りの威力が足りなかったみたいね。それよりお兄ちゃん。なんだ。
言うことなんて信用しちゃダメだからね。そんなスグワちゃん、僕は真剣だよ。うっさい。っていうか、こっちの世界ではその名前で呼ばないでって言ったでしょ。まったく、しつこいわね。二人は仲がいいんだな。お兄様、もうそんなんじゃないんだってば。うち、オッケー。The magic from Megan. Make the bullet stir. You only first to watch them. Don't worry, I'll always have your back. I guess I'll stop here. This story is kind of like an adventure, though. Okay.See you guys in the next video. Hope you like this one. Okay, bye.